エイブルトン認定トレーナーのアキメです。今日の話はこちら。ライブ11編のナンバー15、スペクトラルレゾネーターについて話をしていきます。この動画公開時にはもうすでにリリース版が公開されているんですが、この動画制作時はまだベータ版なもので、リリース版とちょっと異なる可能性ゼロではないということはあらかじめご了承ください。次回の動画からはリリース版を使ってお話しすることになるかと思います。で今日のトピックスですね、そもそもスペクトラルレゾネーターってなんだって話と2つのモード、インターナルとミディというのがあります。これのお話で、まあ、EQ 的なというのはまあちょっと音をいじる部分の話をしていきます。あとまあこちらも音をいじる部分なんですが、モジュレーションをいじる場所についての話をしていきます。出力部分ですね、音が出ていくところの話もしておきます。でちょっと応用編というか、ミディのサイドチェーンというちょっと踏み込んだ使い方の話もしていきます。じゃあ行きましょう。まずスペクトラルレゾネーターって何ぞやった話ですね。ライブ11から新搭載されたエフェクトになります。オーディオエフェクトの中のリバーブ&レゾナンスの中のスペクトラルレゾネーター、これですね、ここに入っています。今これをですね、これもライブ11からの新搭載ですね、ストリングカルテットという音源に入れています。もともとの音はこんな感じ。今ミディクリップ使ってますね。こういうフレーズを入れてあります。まあ、これにスペクトラルレゾネーターをかけて遊んでいくわけですが、でスペクトラルレゾネーターって何だって話ですね。まあ、日本語に訳すと音を分析して成分ごとに表示して、でその音自体は共振器を使っているよと。スペクトラルのところが音の分析みたいな意味ですね。レゾネーターが共振、共鳴という意味になります。まあ、シンセサイザー系の方なら知ってる単語かなとは思いますが、まあ、知らなくても遊べるのでね、まあ、その辺は深く気にしないでください。で、まあ、そのスペクトラルの部分がですね、このエフェクトのまあ面白いところなので最初にお見せしておくと、この黒い画面ですね、今何も映ってませんが、ここにですね音を流すと、こういうふうに音が分析されたこう画像が流れてくるわけですね。非常に、まあ、見てるだけで気持ちいいなと思うので、スペクトラルレゾネーターの話を今日してるわけですが、まあ、詳しい話していきましょう。まず2つのモードですね。ここインターナルとミディと書いてあります。インターナルというのが、まあ、この内部だけで処理しますということですね。でミディというのがですね、よくあるコンプのサイドチェーンのような使い方もすることができます。ミディフロムにどこから音をもらえますかというこの設定ですね。これをすることができます。まあ、このミディの使い方の話は、まあ、ちょっと後半でするので、まずはこういうのがあるんだということを知っておいてください。はい、次、EQ 的なというか、このサウンドデザインの部分ですね。ここになります。まあ、ここをいろいろいじると音が変わってくると、フリケンシー、FREQ がフリケンシーですね。ディケイが音の長さを司る。つまみと思ってもらえばいいかなと思います。まあ、この辺ちょっといじっていけばわかるんですが、まあ、軽く音を流しながらいじってみます。まあ、ざっといじるとこういう感じですかね。いじってればだいたい音の何がどう変わるのかっていうのは、まあ、分かってもらえるかと思うんですが、詳しいつまみの機能については新しいエフェクトをいじるときの目的鉄則ですね。ここですね、インフォビューを見ながら、あ、なるほど、こういう風になるんだと思ってもらえればいいかなと思います。では次、モジュレーションをいじるという話をしていきます。モジュレーションというのは、まあ、その音の波をこうどういじるか、いじった結果をどう出すかみたいなところですね。でここにナン、コーラス、ワンダー、グラニュラーというのがあります。でこれをいじることによって、まあちょっと音を変えていくよと、まあ言葉だけじゃあれなんでね、聞いてもらおうかと思います。
こういう感じって言い方したら乱暴なんですけども、まあこれだけ音が変わるよと、まあそれぞれ何を意味しているかというのは先ほどと同様にインフォビューでちょっとチェックしてみてください。書いてくれてるんでね。まああまり知識から先に入ると面白くないので、いじってて、ああこういう風に変わるんだっていう楽しさとかの方が重要視した方が僕はいいかなと思ってるので、サクッといきます。出力部分を知るって話をしていきます。ここですね、ドライウェット、エフェクトによくついてますね。ドライウェット、ドライが原音、ウェットがエフェクトがかかった音、その割合を変えるよということになります。でこれですね、スペクトラルレゾネーターの、まあ、美味しいところ、面白いところの一つであるんですが、ドライウェット今 100% だと、今ここ水色が表示されてますね。でこれはウェット 100% の場合の色です。これをゼロにするとオレンジ色に変わりました。じゃあ 50% にするとですね、オレンジ色と水色が混ざってる感じで、フリケンシーをちょっといじってみると、水色の部分がウエットの音、オレンジの部分がドライの音と、かかり具合をちょっと目で見ることができるんですね。でこれなかなか分かりやすいというか、スピーカーとかヘッドホンとかによって、かかり具合がちょっと分かりづらいエフェクトではあるんですよね、スペクトラルレゾネーターって。でも見てみることによって、それの一つの手助けとなるということができます。これ見てるだけでちょっと楽しいですね。で今日の話の最後、もう一歩踏み込んだ使い方、ミディのサイドチェーンです。モード、インターナルとミディがあると話しましたが、このミディの方ですね。でここミディオンするとミディフロム、今ノーインプットになってますが、ここにどの音をもらえますかという設定をします。で今このトラック2の方にドラムトラックが入ってます。ここですね、準備してる音はキックの渋打ち2種類、まあこれ聴感上はそんな大差ないんですが、ミリ的には大きな意味を持っているので2つ用意してあります。まあどういうことかというと、ミリフロム、まあとりあえずここでドラムラックからの音をもらいます。ポストFXが FX 後ですね、 FX 前とかいろいろ選べるんですが、とりあえずまあシンプルにポストFX選んでます。でこのミディゲートのオンオフですね、ここでも音が変わるんですが、とりあえずオンにしておきましょう。で音を聞いてもらうとどう変わるか、じゃあまずエフェクトをかけてない素の音を聞いてもらって、途中でエフェクトをオンにします。もうエフェクトの方にはもうミディフロムの設定はしてあるので音が変わります。はい、音が変わったのは分かってもらえると思います。で、さらにもう一つ突っ込んだお話。この音が切れる感じですね。ミディノートのオン・オフに関わってきます。ミディノートのオン・オフ。これですね。このキックの音が、このミディフロムに入って、で、ミディゲートをオンにしていることによって、ノートのオン・オフでエフェクトのかかり具合が変わります。でミディノートのオフになった時に共鳴をミュートするという性質を持っています。なのでミディゲートオンにした状態でキックしぶち、この頭16ボンプ並んだ部分、ここでオンになって、ここでオフになりますね。
オフになったところで鏡面がミュートされると。なのでスタッカートのような音のかかり具合がするわけです。じゃあ次こっち、ミリノートのオフはここです。ギリギリまで伸ばしてるんでね。じゃあ音の聞こえ具合がどう変わるかちょっと聞いてもらいましょう。ちょっと音、キックの音変えます。戻します。はい、こういう感じで変わります。短いキックの場合には短く音が切れてったのが分かってもらえたと思います。長いキックの場合には共鳴がミュートされるまで時間がかかるよと。要はミリノートオフまで時間かかってるんでね、まあ、そういう仕組みになっています。この辺もうまく使うとですね、今キックの音分かりやすいようにちょっと流してましたが、プリエフェックスとかで音量を避けているんであれば、キックの音が聞こえない状態だけども信号自体はスペクトラルレゾネーターに入ってくるので、このようにキックの音を聞こえない状態にしてでもエフェクトのかかり具合を変えることができます。こういうのもありですね。はい、じゃあ今日のまとめです。今日はスペクトラルレゾネーターライブイレブンから浸透剤のエフェクトの話をしました。ちょっと使い込むにはつまみが多いので理解するまでちょっとかかるかもしれませんが、使ってみたら音が明らかに変わるので、あ、なるほどなと思ってもらえればいいかと思います。特にここですね、ドライウェットのかかり具合、あとフィルターのかけ具合、フリーケンシーのかけ具合ですね、によって水色とオレンジ色で音のかかり具合が表示されるので、耳だけでうーんと思うときにはここの画面もちょっと助けにしてもらえればいいかなと思います。はい、でまた次回以降ですね、ライブイレブン編まだちょっと続くので、この動画が役に立ったなと思ったらいいねとかチャンネル登録とかしてもらえると励みになります。じゃあ今日の話ここまでです。良い音楽ライフを。